はい、おはようございます。SP機です。今日のゲレ食はこちら、もう何回も紹介しますね、おなじみ山本壮さんです。ただ何回も紹介してるんですけど、このゲレ食会としては、ゲレ食シリーズとしては鍋焼きうどん一回も紹介してないですよね。なので今回は鍋焼きうどん決めていこうと思います。よし、もうね、オープニングでない、食べていこう、レッツゴー。いやー、やっぱね、うまい。あのね、散々言ってるかもしれないですけど、炭水化物系では一番うどんが大嫌いなんですよ。うどん大嫌いなんだけど、志賀高原でいくつか食べるうどんの選択肢のうちの一つがここです。美味しいですよね。やっぱあの優しい風味というんですかね、味というんですかね、非常に素晴らしいです。よし、まああの細かい解説はね、食べてるところでやってると思うんで、そんなもんでしょう。とにかくうまいです、おすすめです。で、ハイシーズン、特に寒い時期になると鍋焼きうどんやっぱ人気出ちゃうんで、なかなかちょっと11時開店、開店っていうか、まあずっと開店ですけど、あの11時とかちょっと早い時間に食べないと頼めないかもしれないですね。あとあのシーズン頭とか極端に外れてるところでも、要するに純粋にお客さんが多い時期はやっぱ売り切れになることが早いです。今日も聞いてると、あのお客さんの9割ぐらいはこの鍋焼きうどんを注文していました。はい、多分すぐなくなっちゃうと思います。もし鍋焼きうどんなくなっちゃったら、たけのこ丼をおすすめします。たけのこ丼の動画は概要欄多分貼っときます。はい、よし。というわけで今回のゲレレポ動画は、じゃない、というわけで今回のゲレ食動画は終わりです。もしこの動画を見て山本壮さんの鍋焼きうどん食べたいと思った人、ぜひグッドボタン連射で押しちゃってください。ただしあのいいねが解除されない程度で押してください。はい、でもしまだいましたらチャンネル登録もぜひお願いします。これからもゲレ食動画、そしてゲレレポ動画、それに追い取り動画もどんどん上げていく予定です、多分ね。というわけで次の動画もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。